ございます。トヨです。今日は2021年10月4日朝課題でメトナナこと東京メトの7000系に偶然会い、この車両に乗っております。今朝課を通過したところです。しばらくすると主に有楽町線、副都心線、少数ですが西武6000系などが休んだり検査を受ける和光検査区があります。今その検査区からやってきた線路を下に来るところです。路線の方向に支障がないように立体交差がされています。車庫に留置されているのは1万系かと思いきや1万7000系でした。なぜ分かったのは窓枠のフラットさがらです。しばらく走っていると青ガエルこと旧東急5000系の車両を模した緑色のラッピングされた新5000系とすれ違いました。そんなところで和光市から副都心線に入ります。通勤急行は小竹向原まで各駅に停まります。通勤客を裁くためです。思いのほか僕は地下鉄赤塚駅から撮影を開始したのですが、次は氷川台、出口が左側にある駅だと勘違いしました。正しくは
言われてました。電車は小竹向原駅に到着しました。特に僕がしている意味はありません。ただ降車する様子を撮りたかったのだと思ってます。ただいま池袋駅、副都心線が開通する前は新線池袋駅をただいま発車しました。雑司ヶ谷までの道のりとしては南に向かって大きくカーブし、電車から見れば右側に大きくカーブします。Thank you.
がだったでしょうか。ネトナナの動画はこの 7101F が最後に残る重量編成の車両となりました。これから病院に向かいたいと思います。